アップラシーロです。はい、今日はプラムを使って本気でやっていきたいと思います。今までただキャラを紹介するだけで本気でやったことないのでやっていきたいと思います。何メートルまで行くかな、楽しみですね。あー、でもこの紫と紫の夜の景色とプラムの色がとても一緒になってるんで見にくいですね、とても。とても一緒じゃなくて、とても見にくいですよ、ほんまに。あ、ちょっと朝になってきた。朝になるととても綺麗な紫色がとても見やすいんで、使ってみるのおすすめです、朝の間に。よしよしよし。あばあばあば。ただ、やっぱ新記録とかそういうのを目指すときは、夜でも見やすい色にしたりするのが大切だと思います。結構。やりやすいし、そっちの方が。うん。ああ、でもやっぱりスローイングスピア強い。あ、職員の、よし。あ、強い。スローイングスピアが飛んでいます、これ。チャンスです。ジョー。ザクラブに立ってみます。2個間でプレイとってます。うお。うおっと、おお、強いですね。ここでスローイングスピアにまた変えます。ボス来たんで。ボスやっぱ手ごわいんで、一番強い武器にするのがおすすめです。はい、やばい。よし、当たらんかった。なになんでよー。ぶぶぶぶぶぶ。よし、もうちょっとやれるかと思いました。よいしょ。爆弾が5個当たってるんか、今。爆弾も使っていきたいと思います。よいしょ。あれ？飛んだ。おお、強いですね、爆弾。爆弾は結構待ちながら使った方がいいですね。多くの上を狙うようにして、上の時にこうやって狙います。ドーン。おお、これどうやって倒すの。うお、超えれました。4、ちょっとすげえ。爆弾で400ボス倒せた。あー、 10% 充電。マジいな。よいしょ。よいしょ。あー、でもやっぱプラムめっちゃ強いですね。おお、倒せました、500ボス。おお、やっぱりスローイングスピアどんな敵でも強いです。上から下に降りるのが早い敵にもやっぱスローイングスピア効きますね。おおっと、おお、強っ。571m まで行きました。おお、かなりこれでもスローイングスピア結構あんまり敵を当てようとして狙ってないんですけど、なんか当たりますね。とても当たりやすいし、当てようとせんで狙ってもとても当たりやすいんで強いと思います。あれ、うおー、え、プラムで600メートルまで来たで、これ。やばいやん。
これ、やば。おお、スローイングスピアめっちゃ強いですね。やっぱりスローイングスピアの力恐るべし。あー、ここでやられるか。おぶれ、おぶねー。よいしょ、700ボス倒せました。やった、いけたいけた。あ、このこれ強っ。おお、じゃあアックスも使ってみたいと思う。おお、強い。アックスとても強いです。あー、ミスった。え、でも801m や。よっしゃ、プラムで行きました。 801m やった。はい、今日はプラムを使って本気でやってみたいです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。